城が崩れていく。小太郎と月子ちゃんは？あそこよ、大丈夫、二人とも生きてる。無事だったか、二人とも。ごめんね、遅くなって。でもよかった、みんな無事で。ああ、メイちゃんたちも怨霊の相手をしてくれてたんだろう。ありがとな。城は木っ端みじんか。そうなんだけど、サヨタンが目を覚まさないんだ。大丈夫よ、もう体は元に戻ってる。今は心が眠っているだけ。その間ちゃんと守ってやってくれ。やはりこいつの仕業か。なんだその黒い石は。嫌な光を放ってるな。人を悪しき夢に変える石、この石がさよお姉ちゃんを変えてしまったの。なんだって。ちくしょう、許せねえ。どこのどいつがこんなものを。ヒダでセプテントリオンにさらわれた時だ。俺の責任だ。それは高行さんのせいじゃない。畜生、犯人め、必ず見つけてお縄にしてやる。よほどお前の身辺に詳しいやつだ。気を抜くな。さて、それじゃあそろそろお別れだ。名残惜しいが、また別の世界へ行かないとな。別の世界？もうそんな時間なのね。海子だ、みんなも。着地のどさくさで俺たちを忘れてたな、光太郎。ま、いいさ。お前さんたちには世話になった。礼を言うよ。私からもお礼を申し上げます。マイトさんにもよろしくお伝えください。ボーン長久を祈っております。コウタロウのことは心配しないで。手取り足取り私が面倒を見るから。だからそういうのはやめろって。何を期待してるのかしら。ダメね、そのうろたえようじゃまだまだだわ。ひむらさよたんを落としちまう。そうですよ、やめてあげてください。お兄ちゃんモテモテね。確かにこれなら心配ないかな。ま、女を不幸にはするなよ。俺から言えるのはそれだけだ。ああ、わかってる。サヨタンも月子も俺が必ず守ってやる。そういうことは言ってるんじゃないんだかな。まあいいさ、生きることは学ぶことだからな。それじゃあ、いつかまた会おう。ふみこお姉さん、猫さんのお世話お願いしていいですか。ミュンヒハウゼに命じておくわ。それくらいの恩義は感じてるから心配無用よ。ありがとう。それじゃバイバイ、みんな。行っちまったか。気持ちのいい人たちでしたね。また会うわ、必ず。またね。
一体いつになったらサヨタンは目を覚ますんだ。怪我はないからそのうち目を覚ますだろうってお医者様が言ってたわ。俺のせいだよな。俺がもっとしっかりしてたら、もっと早く気づいていれば。落ち着いて、こう。あなただって今入院中なのよ。無理したら治るものも治らないわ。でもよ、こんなのってねえだろ。でもさよさんが目を覚ました時にこうがそんな状態だったら、なおさら心配をかけるのよ。それはそうだな。それはそうだけど、それにね、こうやみんなが頑張ったからさよさんはちゃんと生きている。そうでしょ。そうなんだけど、でも、で、あ、く、いって、あ、ほら、無理にベッドから出るからそうなるの。さよさんのことは看護師さんに任せて、病室に戻りましょう。ああ、じゃあな、さよたん。早く良くなってくれよ。肩、貸しましょうか。そこまでじゃねえよ。ほら、リンゴ剥けたわ。食べさせてあげようか。そこまではいいっての。自分で食べるよ。ざーめ。あーしてあげようと思ったのに。ほら、フォーク。こぼしちゃダメよ。そこまで子供じゃねえって。うまいな、このリンゴ。昼間寝てる間に、ふみこさんが持ってきてくれたのよ。なんだかとっても楽しそうに、こうの寝顔を覗いてたわ。ふみこたんにも、心配かけちまったな。明日は、プチ太郎くんと源之丞さんがお見舞いに来るって言ってたよ。千客万来だな。早く体治さないとな。そうそう、それが一番。あのさ、何？ありがとうな、月子。いいのよ。昔だって甲の看病何度もしたじゃない。そうだっけか。そうよ、まだ私が久我のお家にいた頃、甲ったら何度も熱を出してうなされては、私に頭撫でてって甘えたの。覚えてないな。今の甲は昔に戻っちゃったみたい。可愛い私の弟に。俺の方が年上だってのに。さ、また眠くなってきた。そうね、一眠りしなさいね。うん。なあ、月子。どうしたの？触られるの嫌い？そうじゃなくて、お前はどこにも行かないよな。死にみたいにいなくならねえよな。変な子、私はずっと一緒よ。何にも心配しないでゆっくりお休みなさい。ありがとう、月子。おやすみ、子。寝ちゃったみたいね。いろいろあったけど安心したわ、こう。今のこうにはたくさん友達がいるのね。友達だけじゃない、さよさんもふみこさんも支えてくれる素敵な人たちがいる。だから月子、
こう寝言か。だから強くなってね、こう。ずっとそばにいたいけど、それは私には無理だから。その時に心が折れてしまわないように強くなるのよ。大好きよ、こう。愛してる。おやすみ。また明日ね。VZ ただいま帰還しました。報告を聞こう。リフトラシールは我らの手中に収まりました。普段の魔導兵器についても事実上排除。プロジェクトスターレインボーは成功です。城島月子だったかね。彼女についてはいささか予想外ではないか。その側面は否定しませんが、彼女にはかねてから監視を行っていました。状況を逆用し、彼女を通して目標を操作します。なるほど。第五世界への共闘法は？ワールドタイムゲートの確保完了に引き続き、第五世界への再介入を含む
プロジェクトゼラキエールを発動させます。発動時期は？承認さえいただければすぐに。よろしい、そちらは君に一任しよう、VZ。 光栄の至りです。では久我光太郎の管理も含め、これからも励みたまえ。これで僕が無事解決したのでありました。お疲れ様でした。でもこのままじゃママ…あ、違った、さやちゃんがかわいそうだと思わない？思うよね、思うよね。だからレイカちゃんに頼んで時間をもう一度ループしてもらおうよ。でないとさよちゃん眠ったままになっちゃうよ。あのね、さよちゃんの悩みを聞いてあげるの。そうすればきっとうまくいくよ。さよちゃんを助けられるのはパパじゃなかった、光太郎お兄ちゃんだけなんだから。じゃあループさせるから頑張ってね。城が崩れていく。光太郎と月子ちゃんは？